大理国の一高市聖寺三等大理国で作られた観音像大理国は937年に白番出身の男子兵が南章に代わって樹立した国家。現在の雲南地方を主たる領域として統治していた。集権的ではなく、君主権はそれほど強くなかったと考えられている。1 9 4年、高章隊は男子の皇帝を廃止、国語を大中、 言語を上えじと改め、自ら皇帝として即位した。しかし、1096年、臨終を迎えた、皇正隊は、息子の皇安明に、政権を男子に返すよう遺言した。この中断より、後の大理国は、五大理国とも呼ばれる。君主は終始国内的には、皇帝号を称していたが、五大理国時代の1117年に、北総より、 雲南節土市大理国王に作法もされ、対外称号と国内称号を使い分けている。1253年にモンゴル帝国の雲南、大理遠征を受けると、翌年大理はモンゴル帝国に降伏。クビライがモンゴル帝国第五大皇帝となると、その地はクビライの諸子、不下地に与えられ、雲南王国となった。大理の九州の第一族は、 不月とその子孫に仕え、市長を両王家に嫁がせて、この地における支配階級の一員、代理総監としての地位を保ち続けた。1390年に民がこの両王国を滅ぼした際、第一族は両王家を裏切って民に取り入り、大理国の復活を目くろんだが、その領内にあった当時東アジアでも、有数の銀山に目をつけていた、神武帝は男子による、 王国復活を認めず、この地は、関東以来隔絶していた、中原政権に並行され、雲南全社会の独立国家の歴史はここに終わった。首都は大理。大理石の名前の由来としても知られる。大祖神聖文、武帝文協定文制定公事帝王道帝章、明帝先祝帝平儀帝章特定天明御門、皇徳帝上徳御門上、明帝法帝定不優勝特票制定。 中層文、安定検査のぶひと提携、宋正康邸、戦争後極定 A、胸高天定新層 AK 抵抗、規定点定剣王。ありがとうございます。